はい、ということで今広島県に来ております。ということで今回エディオンスタジアムということで、はい、サンフレッチェ広島のホームスタジアム潜入ということで、はい、本日の試合当日です。今回はね、このエディオンスタジアムの魅力をねたくさんお伝えしたいということで、はい、はい、早速ね行きたいと思います。さあ行ってみましょう。ドンパー。はい、どうですか、初めて紫のユニフォーム来ました。なんかちょっと違和感あるんですけど慣れてください、視聴者の皆さん。はい、ということでまあこちら関係者エリアということで、はい、まあこちらでね、そう検温してからということで、はい、入っていきたいと思います。今回は、はい、頭からスペシャルゲストに、なんと頭からですよ今回は。じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、来ましたね。はい、はい、サンフレッチェ広島の、はい、もう一回行きますよ。サンフレッチェ広島の、はい、レジェンドの森崎浩二さんです。はい、ずっと思ってたんだけど、うん、紫で今似合わせない。慣れてください。ということで、はい、今日は試合当日ということでね、まあ、コーチいろいろ紹介してもらいながら、はい、はい、ぜひお願いします。コーチはサンフレッチェ在籍何年やってる？選手で17年。17年。でも引退して5年目だから、うんうんうん、まあ、合わせて22年。あ、今はアンバサダー的な感じだね。もうアンバサダーやってくださいよ、チャンピオン。これが俺だね。うん、なるほどね。カズがこれ、カズこれ1年目だね。おー、これね、この同級生の新幹線と歌われた駒田選手、高校時代新幹線って言われてたんですよ。今今治で頑張ってます。あと久保達さん、久保達さん10番。あ、トゥーリョもいる。トゥー、これがまあ2015年。ほら、時を経て、はい、今度は森保監督、監督になって選手。ああ、なるほど。しかも、もっと見てください、はい、森崎兄弟もう見分けがつかなくなってる。初優勝よ、こっち2012年。はい、森保監督挟んでますけど。ああ、森保監督、お両サイドに森保両サイド。じゃあ一応触れときますけど、はい、一応ですよ、あんま触れたくないんですけど、はい、森脇もいいんですよ、森脇本当森脇選手もね、はい、あんま触れたくないんですけど、多分、主張しながら突っ込んでると思います。はい、ゴールキーパー見てください。ゴールキーパーですか。あー、おー、新作とか、わあ、なんか歴史感じますね。そうですね。うん、本当に。え、ちなみに、あの、お祭り男の、あ、お祭り男在籍時はですね、はい、あ、いましたね。若いですね。若いですね。まだ七三じゃない。まだ七三じゃない。まだ洗練されてない。何回以上だっけ、Jリーグは。3回。2012年、13年連覇と、15年。2015年。はぁ、3回。ということで、じゃあちょっとそっち行こうかな。はい、ここからですね、選手入場ということで、はい、今日は21年、7月11日限定でサンフレッチェ広島の選手になりましたから、はい、はい、またシンデレラのように21時まで、ね、はい、ホームチームということで、それでは並んで整列して帰ってくる。はい、じゃあ行きましょう、川崎君。これですよ、ね、どのスタジアムしてもすごいですけど、この開放感というかね、これにね、こうサポーターが優勝さした年とか結構満杯でしょ。もう満杯だね、3万人だったね。うん、こちらがホームチームのベンチということで、こっち一番端が監督だよね。はい、シートもやっぱいいですね。これ座る場所とかって決まってるんですか。大体スタッフが監督からコーチ座っていくんですけど、まあベンチ入りメンバーもなんとなくこっちのスタッフ寄りに座る選手もいれば、はい、ちょっと遠目に座る選手もいるかなっていうところはありますね。確かに、はい、どうなのコーチはこのグラウンドでの特に思い出。このピッチで、うん、まあ、やっぱ J2 も降格経験しましたし。あ、そっか、それ何年だったっけ。2007年、7年、うんうん、経験して、うん、まあ、それから悔しい思いをしたんですけど、うん、まあ、2012年に、うん、まあ、このピッチで初優勝を決めて、うん、っていうやっぱ思い出が、うん、ありますね。確かにそうだよね、うん、J2 降格したりとかで、1年で上がってきたんだよね。2回経験して、あ、J2 降格だからね。うん、でも1年だよね、どっちも1年で上がれた。どっちも1年で、ね、上がれたからね。なるほどね。まあ、今にね、こう繋がっていってると思うんですけど、
ちなみにゴールは何ゴールぐらい ？J1 は41。41も決めてんの？41だね。で、J2 合わせると65かな。あー。はい。キックとしても名手でしたね。フリーキッカーとしても。フリーキックでも結構決めてるよね。フリーキック決めてるね。ね、うん、この、あの芝生っていうかピッチも荒れてるイメージ全くない。はい、うん。あ、そうなんですね。水はけもめっちゃいいし。うーん。雨の試合でもなんかすごいやりにくいと思ったことないもんな。うん。どうなんですか、那須さんは広島と対戦するときに。なんかね、はい、割と苦い思い出もあったり。はい、例えばだけど。はいミキッチ選手、はい、あ、はい、所属時に僕サイドバックやってたんですよ、立ち歩くの、はい、ちょっと聞いた話なんですけど、ミシャ監督であそこは穴だだから、けど、まあ、穴だっていうか、そう、やっぱりスピードが狙われてたわけですね、そうですよ、はい、だからまさに森崎、はい、数の確かフルパス、裏で、はい、結構ちぎられてもう忘れもしない、本当その時はね、嫌な思い出ですあそこ上見てください。カズさんが準備してます。誰だお前入っちゃいけないから。ナスは入っちゃいけないからって言われてます。このね、すごい、はい、兄弟とは、はい、ユースカテゴリーの日本代表から、はい、本当仲良くてね、はい、もう、練習っていうか、まあ、宿舎に入ってからも、おじゃれ合って、みんなでね、はい、おじゃれ合ったりみたいな思い。大体2対1でね、そう、2対1で、兄弟2人で、納豆攻撃するっていう、そうなんですか、恒例ゲームとか、力強いんですよ、ナスが。もう本当ね、子供みたいなチョッキ出して、俺、うわーって逃げて、いいって俺がこちょこちょされて、ね、まあ楽しい時間をね、うん、過ごさせてもらいましたけど、んですよ本当に、うん。あ、こちらがはい、あれですね、ヒールインタビューと監督のインタビュー。こちらのバナーの前ですことですね。はい、放送席、放送席、はい、放送席、はい。本日のヒーローの那須大輔選手に来ていただきました。はい、はい、森岡大輝浩二選手からのセンタリングが良かったですね。みんなのおかげです。ありがとうございました。じゃあ最後サポーターに一言お願いします。今シーズンも優勝を目指して頑張りたいと思います、はい、皆さんよろしくお願いします違うか違うということでこちらが今シーズンの、はい、スポンサーの方々、はい、パートナーの方々ということで毎度ね、いろんなチームもちろんスポンサー様がいてということなんですがぜひぜひお力添えいただけたらサンフレッチェ広島がね本当盛り上がりますし力になりますので、はい、パートナーにねなられて一緒に戦いましょうというので、はい、よろしくお願いします。行きましょう。ここがウォーミングアップ。うん、ウォーミングアップね。はい、試合前こちらでストレッチして、でこっちがホームチームかな。はい。で、柵からあっちが、仕切りからあっちが阿部チームかな。なるほど。そしてなんと、はい。まあ、試合前のロッカールームということで失礼します。失礼します。あ、こんな感じになってるんですね、まあ、今はもうまさに準備中ということで、はい、アウェーはもっとね、はい、もうちょっと狭いのと、はい、あとロッカーもねやっぱこうやってしっかり一個一個こう分けて設置されてない感じなので、はい、やっぱりもうこのホームチームのねやっぱ優位性を出したというか、まあ、どのチームにしても考えそうかもしれないですけどやっぱ円型というかみんなが向き合って、はいミーティングしない形になってますけど、で監督がまああちらに立ったらミーティングするとかね、ちょうど今かかりましたね、小山選手。でも活躍されてるということで。ちなみに広島さんからはオファーとかってなかったですか？いやないですね。人気なのかそうなんです、ね。僕らはちょっとプリしてました。なるほど。なるほど。今日もはい。マッチデースポンサーということで。はい。広島が。広島ガスさん、はい、あ、ちょっとほら二度目のほんとなんか仕事をしたふりしてますがちゃんと仕事せ邪魔だから来るだってなんか言ってるみたいちゃんと仕事せよ喧嘩とかしないですか喧嘩、まあ口喧嘩とか、はい、そういうのはありましたけどまあなんか大人になるにつれて喧嘩もね減ってきて、はい、まあなんか2人の仲も
どんどん仲良くなっていくっていう感じで、それこそ那須川の代表で、一緒になることはありましたけど、そこで那須をいじめるのがね、本当に僕ら2人にとっては楽しみです。ストレス解消になってということで、じゃあ違う部分を紹介していきたいと思います。はい、シーズンのユニフォームとオフィシャルスーツですか、これ。はい、なんかマネキンの方が似合ってるな。いやいやちょっと胸筋足りないですね。足りないですね。はい、ドリューマン、こっちのセリフ。の本名紫似合わんか。あれ本当に似合わない。本当やっぱ似合う。サポーター受け入れられないよ多分。反応ちょっと見たい。いや見たい。ここはミップのただビールって感じね。まあ、スポンサー関係の方とか。ああいいですね、この柄の景色やっぱり。いやいいですね、こうやって年重ねてわちゃわちゃ言い合えるのはね。俺は初めて夏に会った時に夏が多分普通に話しかけてきて、うん、え、俺初めましてなんだけど。カズとは知り合いだったから普通にその感じで来たから、え、誰なんだこいつみたいな。いや俺もそんな感じだったよ、話しかけて。誰こいつこうやって、はい、あれザ2対1でも戦ってたわけですよ。そうだ、コージに聞いたのカズの一番の思い出のなんかある、このピッチでの試合、今まで初優勝です。あ、2012、あ、一番嬉しかった。やっぱ嬉しかったね。あ、思い出だったら、うん、それと、うん、まあ、最後の引退のね、まあ、デビューですね。最初と最後と優勝でした。デビュー戦なんだね、これ緊張したと思う。いや、やっぱり、ね、こう憧れの場所だったわけで。なるほどね。そのピッチに立てた、立てたっていう喜びというかね。いやー、歴史詰まってますよ。気づいて、賛成。まさかのマスコットですよ。お、近い近い近い。おい、おーい、こっちはフレッチ。あ、キュンキュンキュンです、キュンですよ。番号は意味あるの？トマさんの903で、はい、320は3フレッチの3。あー、なるほど。やったね。ちゃんと受け入れてもらいましたね。受け入れてもらいました、ここから。受け入れられてない。いやいや、多分。よろしくお願いします。今日もお願いします。こちらが試合前の広場ということで、はい、広場、はい、ちなみにこちらは社員が作ったキャベツを、うん、プレゼント、プレゼント、はい、無料でもらえるんですか。無料着です、はい、こちらをプレゼントいただけるということで、いったま、いったま。なかなかですよこれ。なかなかですよ。今日朝撮ってきたって言いますよね。サッカー来てキャベツもらうことあんまないですよね。なかなかいや、並んでないのに、ね、いや、すごい、めちゃくちゃ並んでたのに、サポーターの方々。あちらでライブやってるんですね。後ほどね、はい、僕とバズと、あっちでトークショー、トークショーね、はい、で、こちらが、はい、オフィシャルグッズ、オフィシャルグッズということで、はい、あ、これカープとコラボした、そうそうそう、カープとコラボしたコラボになります。おなるほど。で、こちらがレプリカユニフォームということで、はい、今回も視聴者プレゼントをしないといけないということで、はい、やっぱりレジェンド青山選手のユニフォームを、XL でいいかな。で、こちらに、はい、僕と森崎兄弟のサインをいただいて、はいはい、視聴者プレゼントさせていただきますので、青山選手のサインをいただいて。入れていいんですか。入れられるんだったらお願いします。入れさせてもらいたい。おー、すごい。行きますか。ね、行こう。今日頼みます。うわ、すごい。彼の、もしかしたら、あの大人気 YouTube チャンネルじゃないですか。イベントやられてるみたいですね。あの、たまたまパルクールやってるんですけど、来ちゃったらどうでしょう。ちょっとみんな、パルクールちょっとみんな、ちょっとどんなもの試してあげて。ね、障害物を飛び越える。
ね、こういう感じで体を自由にコントロールしてやってみましょう。さあ行きましょう。今日は怪我しちゃうんですね。今日はこのフレンドリータウンって言って島根県の吉賀町で、それこそアカデミーのスクールが、コーチとして、スクールさせていただいている、まあ、町なんですけど、まあ、今回、こういう形でブース出して、いただいてきまして、この町は結構アユが夏、なるほど、取れるということで、食べていただきたいなと思います。はいはいはい、地域密着ということで、はいはい、みんなで盛り上げようという一環ですね。サンフレッチェにでもゆかりもない那須大輔がまさかのサンフレッチェスポーツチャレンジということで、後ほどそこの模様もお届けしたいと思います。はい、2024年にサンフレッチェ広島専用サッカー専用スタジアムができるということで、これは街も駅からすぐ近く、もう本当に街中、街中、あ、日本で一番の街中スタジアムだ。そんなに外側に乗ってますね、こんな感じのやつですね。でね、日本で初の新交流型スタジアムパークですからね、こちらもできた際にはぜひぜひよろしくお願いしますっていうことで、もう一回行くんですか、はい、もう一回行かさせていただけると1回だけでいいよ。はい、あのハーフタイムのトークショーということで、お三人で来ていただくという形で、はい、ちなみにこう YouTube をやっていて意識してるところとかっていうのは、視聴者目線じゃないですけど、視聴者がこう分かりやすいように、はい、あと温度感とか、普段通りのこの光らみ合いを含めて、そこら辺の温度感をそのままリアルに伝えられるようにやらせてもらってるって感じで、はい、ということで今からトークショーで森崎兄弟と今日選手、はい、マジで大変だと思います。そうっすね、別に晴れてなくても湿度がめっちゃ上がるから、はい、夏はやだって、頼もしい、嫌いだもん、これは大嫌いだもん。でも夏すごいイメージあったよ、超いいますけども、汗かくから、もう最初の15分で声出してもらってるこの中でマラソンを走るっていうのも、まもなくということで、いやもうぜひぜひ皆様、続いてはですね、サッカートークショーということで、この方々が来てくださっております。ゲスト、那須大輔さん、そして森崎和幸 CRM、 森崎浩二アンバサダーのお三人です。よろしくお願いします。さっきも言ってたけど、電話がかかってきました。那須がなんかその話したら、僕からかけるというか那須から電話が来るんですけど、自分からかけてきたのにちょっと経ったら、赤字ちょっと待ってって言って、また後で折り返すって言って、普通だったらまあ5分後ぐらいとかにかけるじゃないですか、全然かかってこないですから。あれは何なんかなっていうのと、なんでこっちが待たされるんと思って、これ結構ねあるあるなんですよ、ね、謎からなんか用事があって電話かかってくるんですけど、要件ちょろちょろって言って、ちょっと待っといてねって言って一回切られるんですよ。でその後にすぐかかってくるだろうなと待ってるじゃないですか、ちょっと待っといてねって言われるんですけど、その後全然かかってこないんですよ。そのね、最中にちょっと仕事の電話が入ってきます、はい、それちょっと待ってってなりますね、1本目、はい、で、5分後にかけようと、終わったら、はい、ちょっと長引いちゃって、そしたらまた来るんですよ、その間にね、で、違う人からね、そしたら気づいたら忘れてるはい、どんなねんそれ、なんか仕事通れ途中大事か仕事ですこう言いながら20年やらせていただいてるので、まあでも関係値があるからこそなんですけど、はい、まあ、ちょっと甘えちゃってる部分もありますけど、はい、まあでもそれでちょっとあるあるですね。たくさん貴重な話を聞かせてくださいました。お3人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。こちらが、はい、入場ゲートということで、感染症対策として、はい、しっかりとね、こちらでまず検温消毒をしているということで、はい、こちらでまず検温を何ですかしていただいて、でこちらで消毒、はい、で、あちらで QR、 そうです、 QR チケットで、やって非接触ということでしていただくということ でこれで入場ということ、感染症対策もバッチリしてますので、皆さんぜひ、今現在はこの試合は5000人ということなので、これからね規制緩和されてどん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 増えてくると思いますので、ぜひぜひ皆さんサンフレッチェ広島の力になって応援よろしくお願いします。こちらスタジアム内のスタグルで、ハラミビビンバ丼、森崎浩二アンバサダー推薦ということで、こちらいただきたいと思います。やってまいりました、恒例の那須のスタグル。
新潟のテーブルなんですけど、あ、わ、これはこういう感じ、これはいいですね。お、新潟のテーブルということでいただきます。おいしい、まあ、間違いない、本当に、はい、味がしっかりしていや、もういいって、もう視聴者さんも結構飽きてきてますから、もうそのネタには飽きてくるね、はい、お肉とこの後タレ、はい、ちょっとピリ辛でキムチと、はい、このナムルと味の調和が絶妙ですね、はい、ごちそうさまでした。ムネリコ、じゃがりこを揚げてんだ、ありがとうございます。お味も食べてください。意外としっとりしてて、じゃがりこの先入観でいたけど全然違いますね。全然違います。これは美味しい。いや美味しいですね。確かにこのおすすめ。広島といえばね、大麦饅頭。うん。お好きどうさんね。お好きどうさん。さっきね、楽しみに。うわわわ。そんなに。これ。うわうわわわ。意識ね。うわ。これ。パンチェの好きなもみじまんじゅうの詰め合わせとサッカーボールの形のカステラ、これが2つの味で、これが季節限定のもみじまんじゅう、今はあんずの季節です。もう至れり尽くせり、はい、ありがとうございます。今日解説だったんですね、もうということで、まだじゃあ、ありがとうございます。楽しみことありがとうございます。ここからは、森崎浩二、あんずは大切に言ったので、はい、分身の術ということで、お兄ちゃんカズが登場しました。あ、サブレッジフィルちゃん、ここなんですよ、そこ、メインが斜めなんですね。そう、斜めの、このここの位置。さあ、マシマシですね。はい、あそこから入っていくんですね、はい、選手は。何度も、まあ、このね、スタジアムツアーをご覧になっている方々は聞いたかもしれないですけど、僕は手を振らないタイプだったあんまりこう意気込まないとか入れ込みすぎない選手たちじゃないですかね。僕は入れ込みマックスだったんで。数が溜まってる油そば、森崎和幸が推薦する油そば、うまそう。これいただきます。サンフレッチ広島 VS 横浜 FC、 これはうまいわ。これめっちゃ進む。お、冷たい感じなんですか。うん、あったかい、あったかい、うん、油そばってもう本当は汁がスープが全くないみたいなイメージだったんだけど、はい、で、なんか重いみたいなさ、全然そんなことない。これだったらスッと食べられます。今回で3回目なんだけど、うん、ありがたいこと1回目の1回目好評で、完売で、完売で、限定だけ、うん、販売で、これもね、おすすめです。うん、これがね、カズ推薦の油そばでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スタジアム内入っても楽しめますので、はい、ぜひぜひね、観戦前にちょっと腹殺し試合もしてということでね、勝敗はですね、勝敗は何それ、お気に入ったいやいや、これはさ、どちらもさ、繁盛してほしいですから。はい、ということで、まさか、那須に、ね、写真撮影求めてくれなかった。モータ歴はどのくらいですか。あ、結構長い、小さい頃から何対何ぐらいで勝つそうですか。それ以外のチケットではこちらから入場できます。3対0、サンフレッチェ広島の一員として、今日はもう21時までですけど、はい、あの応援させていただきますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。サンフレッチェ広島サポーターのキッズサポーターの方が、ね、今日は、誰ですか、好きな選手は。10番、森島選手。はい、おー、ここはみんな好きみんな好きみんな応援してね、はい、勝ちましょうね。はい、はい、ありがとうございました。頑張るぞ。あー、この時の懐かしい。びっくり、はい、どのくらいなんですか、サンフレッチェ広島応援。ずっとです。ずっと20年くらい、やっぱ
ったよね。僕はもう最初開幕の時に親に連れてきてもらって。そんなの。そう。じゃあもうカウレッジで広島のここに歩んできた。あ、そうです。今日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日は元 JD が那須大輔さんにお越しいただきました。大きな拍手。やっぱりもう J リーグに生かされて、ずっと18年間プロ生活を送らせていただいたので、まあ、J リーグを、ね、もっと広めたいという思いから、まあ、YouTube 活動しようと、まあ、決意してやりました。ありがとうございます。これからも皆さんの、ね、思いだったり、まあ、拍手、その動作一つ一つがチームの大きな力になりますので、頂点を目指すというところを皆さん目指していると思うんですが、そのために皆さんの力で、サンフレッチ広島の力で、素晴らしいものを生み出していただければと思いますので、これからも J リーグを皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こうやってね、みんな、はい、スタッフみんなで、まあ、今日は試合は負けましたが、勝っても負けてもね、チームで進まないといけないですからね。はい、まあ、引退しないとこういうの制限できないですからね、本当に。まあ、試合出てない選手とか、はい、まあ、こうやって練習するんですよ。限られた時間ですよ、こんなん、はい、でもこの限られた時間をどれだけ突き詰めて自分でこだわって、この時間を有意義なものにするかによって突然来るんですよ、チャンスって。はい、こういう姿見てると僕もそうでしたけど、自分が出てない時とかって、はい、本当こういう時間はどんだけね、本当こだわってね、はい、いい時間にして未来のね、自分のチャンスを来た時に活かせるかっていうのは本当ここにかかってるんですよ。なるほど。うん、だからこういう姿ね、一生懸命やってる時に見るとすごくなんか胸に来るものは昔を思い出すというか。確かに、試合出てない時って結果的に練習もできないってことですもんね。でも練習は時間はあるんだよ、はい、正直試合出てなかったらコンディション調整っていうのをしなくていいから、はい、だけどモチベーションの調整ってやっぱ難しいんだよ。なるほど。なかなか出てなかったらさ、どうしてもね、気持ちが落ち込むしさ、チャンスなんかいつ転がってくるか分かんないから、見えない暗いトンネルをずーっとさ、ひたすらさ走り続けてるようなもんだから、いきなり開けるから、その時にこのね、チャンスをつかむかどうかはここの練習次第だから。サンフレッチェ広島っていうチームがなんでこうチームでね、サポーターも含めてだけど密接してるかっていうか、まあ、この根底にこういうみんなでこれ作り上げるっていうのがね、垣間見えるシーンじゃないですけど、選手にも多分それは伝わってると思いますし。はい、ということで、今回はエディオンスタジアムをご紹介させていただいたんですが、まあ、本当になんかサンフレッチェ広島のサポーター、スタッフを含め、はい、なんかチームの色っていうのが非常にね、垣間見えたというか、まあ、温かいというかね、はい、みんなでこう支え合ってるというのが非常に感じることができましたね、うん、印象的だったのが試合終わってから、はい、まあ、今日は敗戦したんですが、終わってからも、まあ、チームスタッフみんなでパートナーのボードだったりとかいろんなものを撤去する片付けをして、また次に向かって頑張ろうと、みんな笑顔でね、明るくやってる姿っていうのはね、非常に印象的でした。やっぱり本当にみんなで支え合うっていう原点、そういうところの一人一人が思いやるっていうところなんだろうなっていうふうには思いました。今回ですね、プレゼント企画ということで、はい、また那須大輔購入させていただきました青山選手のユニフォーム、はい、しかも今回はなんと青山選手のサインまで入ってるという、なんと青山選手、はい、森崎和幸 CRO、はい、あとは森崎浩二、はい、アンバサダーで、なぜか那須大輔というこちらの方を1名の方に、はい、プレゼントしたいと思いますので、はい、皆さんぜひ、どしどし応募していただければと思います。ということで今回はエディオンスタジアムからお届けさせていただきました。次はどのスタジアムに現れるか、どのユニフォームを着るか、皆さんお楽しみにしてください。ではまた。